はい、ワンピースが大好きな神木です。ワンピース1113話の中でちょっと気になる一コマありましたよね。それがベガパンクが言っていたあの彼というのが誰かなんですよ。はい、ちょっと読んでいきましょうか。まあ自分の心臓が停止して、それがねきっかけでこの配信が始まるんだということでベガパンクが話し始めるわけなんですけども、そこでこれをしっかり理解して聞いてほしいと。私を裁く者たちが誰であれ、それが悪と解きたいわけではない。私は善悪を論じない。そうできるほど彼について分かっていないのだ。これから話すことは失笑を買うかもしれないが、みんなには知っておく権利がある。この世界は海に沈むと。まあね、あのラストの衝撃だったんですけれども、その前にですね、私は善悪を論じない、そうできるほど彼について分かっていないからだと言ってるんですね。この彼、皆さんの中で誰と受け止められたでしょうか。私はですね、正直単純にイム様じゃないかなと思ったんですよね。なぜかというと、その直前で私を裁く者たちが誰であれそれが悪と解きたいわけではないと言って、そしてすぐに、でもね善悪を論じたいわけではないと、そうできるほどね彼について分かっていないんだからということを言ってるので、まあ、ベガパンクを裁いてるのは今五老星たちじゃないですか。なので五老星のトップに立っているイム様のことを、まあ、裁く者の代表みたいな感じで言ったのかなっていうふうに受け止めたんですけども、この彼についてですね、ジョイボーイとこう思ってる方もたくさんいらっしゃって、ちょっと X の方でアンケート取ったんですよね。そしたらですね、1000人以上の方にお答えいただいたんですけども、もう過半数の人がですね、ジョイボーイと、そう思ってらっしゃる方が多かったんですよね。ジョイボーイだと思って読んでみると、確かにここも全然繋がるんですよね。今からジョイボーイのことについて話すと。そしてね、それが発端で、今ね、自分は裁かれてる状況なんだけども、だからといって何があったかというのは、まだまだ分かっていないという感じですもんね。まあ、どちらとも取れるっちゃ取れるという感じで、世間の多くの方はジョイボーイと思ってるっていうことですね。で、これですね、まあ、どちらにしてもですね、ベガパンクもまだまだ分かっていないことが多いということですよね。なので世界の真実をね今から話すということなんですけども、その結論、世界が沈むというのは分かってるんだけども、なぜそういうことが起きるのか、でそういうことが起きるにしても、その発端は、まあ、ジョイボーイとかイム様が絡んでることは間違いないと思われるんですけども、ベガパンク自身も、まあ、どっちがいいとか悪いとか言えない状況にいるということでしょうか。まあ、そういう材料もないということでしょうね。これ意外でしたよね。まあ、おそらくですね、完全な悪はないと、まあ、そういうことなんだと思うんですよね。見方によって、まあ、正義っていうのは変わるじゃないですか。そういったね、こう経緯があったんじゃないかなと思います。まあ、なんとなくね、今のこの状況というのはジョイボーイにとって悲劇がね800年前に起きたんだろうと思ってるんですけども、もしかするとその悲劇自身もジョイボーイが招いたものであったりとかですね。一方ではイム様視点でもそういう風に言えますよね。今イム様とか世界政府側がめちゃくちゃ悪いという風に、まあ、私たちは捉えてるんですけども、世界の真実をある程度知ったベガパンクからすると、完全にそうとも言えないんだよと、おそらくそういった類の背景があるんだと思われます。ということで今回はですね、その彼というのが一体誰を指すのか、そしてその人物だった場合、まあ、何が考えられるのかというのをメインに考えていきたいと思います。ぜひ皆さんが思うところがありましたらコメント欄に書いていってください。それでは行きましょう。彼というのがジョイボーイであった場合、はい、まずはですね、この彼というのがジョイボーイであったらという前提で話していきたいと思います。彼イコールジョイボーイとベガパンクが言っているとしたらですね、まあ、さっきも言ったように本当にベガパンクは結末は知っているけれども、ほとんどねそのいきさつを知らないということになりますよね。まあ、もしくはジョイボーイが必ずしもいいことばかりをしていたわけではないということを知ったと、まあ、そういう可能性があると思います。まあ、さらに言えば、純粋に私たちというのはジョイボーイは被害者であって、何かね世界を救うようなそういうことをやろうとしたけども、世界政府側にこう陥れられたとかね、抑圧されたやられたとか、そういった側だと思ってるんですけども、よくよく知っていくとそうではなくて、見方を変えるとね、ちょっと悪いことをしていたみたいな、そういう可能性もあると思います。ジョイボーイがやっていたことはいいことだと、まあ、私もね思ってましたし、まあ、ジョイボーイがやったことというのが必ずしもいいことと直結してると、そういうわけではないということなのかもしれません。まあ、私たちがですね、ジョイボーイはなんとなくいい人側というか、無念の死をこう遂げたような人に思っているのに、作中ではそれを匂わせるのが書かれてますからね。まず魚人島編でも、いずれ必ずジョイボーイに代わって約束を果たしに来る者が現れるとのこう伝説があるということが書かれてますので、いつかねこれをルフィがね、まあ、やってくれるんじゃないかみたいな、まあ、そういうことを考えますよね。他にも、まあ、ロジャーがラフテルに着いた時もですね、ロジャーはジョイボーイに対して同じ時代に生まれたかったとかですね、とんでもねえ宝を残しやがってとかですね、こう笑いながら言ったところから見ても、まあ、なんとなくジョイボーイというのは800年前に何かを残したけども、それがね恨みを買うようなものではなくて、まあ、ロジャーも笑ってたぐらいですし、まあ、何かね楽しい企みをしているような、してやられたみたいなロジャーの反応ですので、
そこから見ても到底悪いやつには見えないですもんね。まあ、そうなんですけども、このですね、善悪を論じないと今回ベガパンクが言っているということはですね、もしかしたらその見方をですね、私たちも少し変えなくてはいけないのかもしれません。まあいいことをしようとしたけれども、結果的にミスをして今のような世界になってしまっているという風な方が近いでしょうかね。なので魚人島には当時の人魚姫に宛てたこう謝罪文があったりですね、するのかもしれません。まあそれがですね、思ったのが、ジョイボーイがやったこととか、ジョイボーイがやろうとしてたことというのは、もしかすると善悪がつけかねるものなんじゃないかなと思ったんですよね。どういうことかというと、例えばルフィがね、海賊王に俺はなると言っているように、ジョイボーイはその時にこの世界を平等にすると言ったらどうでしょうか。この平等な世界というのは一見いい世界に思えますよね。競争もなくて誰しもが同じような暮らしを営んでいると、それはそれで幸せの一つの形なのかもしれませんけれども、この平等平等という言葉一つを取ってみても、それを突き詰めて考えていくと、幸せなのかどうかというのは判断がつかないところあるじゃないですか。まあ、言ってしまえば私たちの世界で言うと、まあ社会主義に当たりますかね。まあ、それがね、こう幸せだとか、それを目指そうみたいなものはですね、過去にもあったりとか今もちょっとあったりするんですけども、それが必ずしも幸せだとはですね、証明されてないわけなんですよね。そういうことでベガパンクというのは、その思想をね、冷静に俯瞰で判断して、まあ、善悪はつけられないと、そういうふうに言っている可能性もあるんじゃないでしょうか。その彼がイム様だった場合というのをちょっと考えていきましょう。これもしもベガパンクがね、今回彼と言ったのがイム様のつもりで言っていたとするならば、もうイム様というのは男で確定してしまいますよね。ネロナイム星というところから男なんじゃないかとよく言われてたんですけども、ますますこれで男説というのが高まったということになると思います。でベガパンクは五老星とか、まあ、世界政府のことについておそらくよく知ってますよね。でよく知っている上で善悪をつけないと言っているので、もしかするとイム様も完全な悪ではないとベガパンクはそう捉えているのかもしれませんよね。今こうまっすぐな方向で見てみると悪だけれども、別の方向から考えてみると悪ではないんだよと、イム様にはイム様のね、事情があるんだということでベガパンクは知っているのかもしれませんよね。まあネロナイムというのは800年前にいたと言われていますし、ジョイボーイもねその時代に生きてますので、ほぼほぼ接点はありますよね。なのでイム様というのは今世界を支配しているように見えるんだけども、その発端をたどっていくと800年前のストーリーを見ると、実はねそんなことはなかったみたいな。イム様もね今の現状を必ずしも良しとはしていなくて、でももう守らなきゃいけないものがいっぱいあったりとか、なかなか一人の力では変えることができないもう現状になってしまっていて、あくまでそう見えていると、そういう状況かもしれません。もしもそうだとするならば、これだとですね、ルフィというのは最終的にイム様をも救う展開になりそうですよね。まあね、もう五老星というのは完全に悪だと思うので、イム様も同じく悪だと思うんですけども、その悪がねもう愛が故に生まれた悪みたいなものであれば、ベガパンクはね善悪をつけれないということを言っているのも分かりますし、ある意味ねそのワンピースという作品をこうメタ的に考えると、ルフィがね最後何を救うのかと言ったら、やっぱ全部を救ってほしいという意味では、イム様にもね実は事情があって、結果的にルフィがイム様さえも救ってしまうという展開というのはちょっとありえそうだなとも思いました。はい、どうなんでしょうか。この彼イコール誰なのかですね。ここはね多分小田先生も誰かでこう考えてほしいという意味で選択肢を与えたような文ではないと思うんですよね。多分普通に読めば分かるように書かれたつもりだと思うので、多くの方が思われているジョイボーイなんじゃないかなとですね、まあ今はですね思ってるんですけども、果たしてどちらなんでしょうか。まあどちらにしてもね、ちょっと今まで考えていたよりも根深い何かが必ずありそうだという感じですよね。今から真実を話すけども、まあいいか悪いか、善悪というのはもうね聞いた人の判断に任せますということですよね。そしてね、悪と判断されてもそれをね悪と解きたいわけじゃないんだよとベガパンクは言っております。ということはですね、ベガパンクが突き止めたこの世界の真実に至るまでの発端みたいなものはやはりですね根深くて、まあ、片方から見ればねこうだし、片方から見ればこうだしということで、まあ、どちらも正解なんだというですね、まあ、立場を考えれば分かるよなというですね、大人ってそういう世界ですからね、正解がいっぱいある世界じゃないですか。そんなことをベガパンクっていうのは今から言おうとしてる、知ってしまってるという感じなんじゃないかと個人的には思っております。はい、いかがでしょうか。皆さんが思うところがありましたらコメント欄に書いていってください。それではどうも最後までありがとうございました。あ、じゃあね。